今日はメル・ギブソンについてジャーニーさんが話すみたい。私はハワイに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ、待てよ。ちょっとユたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。今日はメル・ギブソンの闇について語るわよ。どうしたの？話の切り込み方が随分変わったね。そう？いつも通りよ。メル・ギブソンとジャニーズにつながりがあるの？彼、逮捕されているのは知ってる？知らないし、メル・ギブソン自体よく知らないよ。逮捕された理由は、幼女を監禁して虐待したのよ。うわー、一番低いやつだ。低レベルじゃないわよね。許せないわ。え、それ本気で言ってる？もちろんよ。世にはびこる悪は絶対に許さないわ。でも、メル・ギブソンは光側の人間だから、これは嘘の情報だと思うよ。何よ、光側って。闇側もあるの？うん。ジャーニーさんやトム・ハンクスは闇側だよ。私も？なんでよ。私はみんなのために頑張ったご褒美をもらっただけよ。トム・ハンクスも同じことを言ってたよ。これは、フェイクニュースで、メル・ギブソンはいいやつなんだよ。本当の悪は、ジャーニーさんとトムだね。まあ。トムと一緒なら本望だわ。どこまでも下水ですよね。